社会保険料のご負担に悩まれている経営者の方多いと思うんですけれども、少なくとも厚生年金の保険料は平成29年9月までですね、毎年0.354%、アップするということになっています。で、健康保険、介護保険の保険料もですね、協会健保の場合はね、今年度、平成26年度は健康保険料は据え置きで、介護保険料だけアップということになっていますけれども、今後ですね、どうなるかということを考えてみると、人口構造上ですね、少子高齢化ということが進んでいますので、抜本的な改革といいますかね、そういったものがなされない限りですね、通常常識的に考えれば社会保険料の負担というのは増えていく傾向にあるのかなと。同じその保険給付の水準を維持していればですね、人口構造上そういうことが避けられないんじゃないかということはご理解いただけると思います。で、何かしらの対策をね、会社の経営上の、重要課題として取っていただく必要があろうかと思います。ご関心ございましたらお問い合わせください。